ザコパネにあるスタニスワフ・マルサシュの博スタニスワフ・マルサシュは、ポーランド、ザコパネ出身のノルディックスキー選手。1930年代を中心に1950年代に至るまで活躍した。マルサシュは若くして、才能を発揮した。1931年、17歳で、ポーランド選手権2位となり、翌1932年と1933年は、 同選手権に連覇を達成した。1932年レイクプラシュトオリンピックでは、ノルディック複合27位、スキージャンプ17位、クロスカントリースキー27位の成績を残した。翌年の1933年、ノルディックスキー世界選手権では、ノルディック複合6位となった。20世紀初頭の古典的スキーに支配されていた北欧以外の多くのスキーヤーは、マルサシ ノルウェー人以外では世界最高のノルディック複合選手だと考えた。1935年にマルサシュは87.5メートルの世界最長記録を記録して注目を受けた。1935年ノルディックスキー世界選手権ではジャンプ4位となり、1935年から1937年までポーランド選手権3連覇、1936年、 ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンオリンピックでジャンプ5位となった。これらの実績を受け人々は彼がノルウェー勢を抑えて優勝する場面を待ち望んだ。1938年、ノルディックスキー世界選手権で彼に最大のチャンスが巡ってきた。しかし、ここでルート3兄弟に勝つのは難しいことだった。 マルサシュは六点零メートル、六十七点零メートルと2本とも最長のジャンプを決めたが、審判団は彼にライバルのアスビオルンルートより低い比較点を与えて二二百十六点二ポイントを得た。ルートは二二百2 2 6四ポイントとわずか零点二ポイント差で金メダルを獲得した。ルートは表彰式で金メダルをマルサシュに渡そうとも考えたが、彼はマルサシュを 真の世界チャンピオンと表紙和解した。翌1939年、地元ザコパネで開催された世界選手権では優勝を期待されたが、腕の怪我のため5位に終わったものの、同年のポーランドスポーツマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。同年、ナチス・ドイツのポーランド侵攻が始まると、国内軍に参加して、対読闘争に参加。1940年には逮捕され死刑宣告を、 受けたが、後に収容所から脱走し、ハンガリーへ亡命、終戦まで、ここで過ごした。戦後、マルサシュは再び競技を始め、1948年のサンモリッツオリンピックには、開会式において、ポーランド選手団の騎手を務め、27位となった。さらに4年後、1952年のオスロオリンピックに38歳で、出場、この大会でも、 開会式で2大会連続の騎手を務め27位となった。ポーランド選手権では1952年まで通算11回優勝、1955年にも3位となっている。マルサシュが最後にオリンピックに参加したのは1956年コルティナダンペッツオ,オリンピックで43歳でホージャンパーを務めた。1966年マルサシュは スキージャンプ週間の実行委員会からジャンプを依頼され、53歳ながら66メートルのジャンプを披露し、ポーランドのファンに非常に記憶に残る瞬間を残した。兄のヤン・マルサシュも同様に戦前の有名なスキー選手であった。第二次世界大戦中にヤンは特殊作戦執行部の有名なポーランド人スパイ・クリスチナ・スカールベックを護衛して、 ハンガリーからポーランドへたトラ山脈声を行った。戦後はロンドンに住み、ポーランドのホワイトイーグルスキークラブの総務を務めた。いとこのアンジェマルサシュ、ヨゼフ・マルサシュ兄弟も共に有名なスキー選手で、兄・アンジェはジャンプおよび複合で、弟・ヨゼフはアルペンスキーでオリンピック出場経験がある。ありがとうございます。